今朝富士山は夏以降で初めての氷点下となりました。今朝いただいた富士山のリポートを見ていきましょう。山梨県富士河口湖町より5時19分にいただいたリポートになっています。今朝は富士山見えていますということです。続いて富士宮市から5時38分に届いたリポート。富士山顔を出しました、笠雲がかかっていますということです。さあ今日は本州付近北東から冷たい空気が流れ込み気温が低くなりました。今朝の富士山は夏以降で初めて氷点下となりました。朝5時20分に最低気温のマイナス 0.8 度を観測しています。氷点下になったのは6月30日以来のことです。季節の進みが早い富士山、あと一月もすると富士山は雪化粧するかもしれませんね。